週間のお天気をお伝えします。まずは予想天気図から見ていきましょう。西日本や東日本は週の前半は高気圧に覆われて晴れるところが多くなります。ただ6日水曜日以降になりますと前線が南下してくることや、また湿った空気が流れ込むことで西日本、東日本、太平洋側を中心に雲が広がりやすい空となりそうです。また北日本や北陸方面では低気圧や前線の影響で雨が週前半ほど降りやすくなりそうです。特に5日火曜日頃はこちらは一時的に雨や風が強まる可能性がありますのでご注意ください。ではアイコンでも確認していきましょう。西日本や東日本は週前半に届くこちらの日差し有効に活用してください。その後は雲が広がりすっきりしない天気の日が多くなりそうです。で西日本方面では昼間の気温は高めの状態が続く見込みです。関東は上空の寒気の影響でしたり、また北東からの風の影響によりまして週の中頃頃は少し気温が下がる見込みとなっています。体感の変化に十分にご注意ください。また北海道ですがすっきりしない天気の日が多くなります。また北海道市街地でも最低気温が1桁と週の後半ほどなっていきそうです。寒さにご注意ください。お天気アプリウェザーニュースでは週間のお天気を確認することができます。ぜひご活用ください。